今日はワクワクのご紹介をします。ワクワクは集えてつながる、ワクワク遊べる、笑顔あふれるところになってます。こちらが0から2歳児エリアの芽生えになっています。ここで人気の遊具はここの型にはめたり、ここから物を落としたりして遊ぶ児童に人気の遊具になっています。こちらのエリアは床がふわふわになっていて、子どもが転んでも楽しく遊べるようになっています。子どもが学びながら遊べるチークおもちゃを各種取り揃えています。他にも楽器なども取り揃えていまして、子どもの発育をサポートできるような場所になっています。ここは小さい子から小学生ぐらいの大きなお子さんまで遊んでいただけるファミリーというエリアになっております。ここで大人気の遊具はこれです。こうやって音を鳴らして遊んだり、これでコロ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 、こうやって遊んだり、これをここで刺して、実際に子どもたちが作ったのがこちらになります。大きいお子さんも遊べるようなボードゲームも取り揃えております。ここは3歳から5歳児が遊べるスマイルというエリアになっています。特にこの大きな遊具が大人気です。ここでお店屋さんごっこをすることもできます。どうですか？これいくらですか？100円です。こんな遊び方もできちゃいます。子育てに関する情報もこんな風にたくさん載ってます。他にもたくさん遊具があります。線に合わせて道を走ることができます。ボールで転がしてみたり、はめてくるくる回して遊んでみたり、自分たちで遊び方を考えれる場所になってます。遊び方は自由自在。こちらはカフェエリアのスペースになっています。親子でお昼ご飯を食べたり、ちょっとした休憩に使えるところになっています。ワクワクの一番の魅力は何よりもこのここで働く先生方です。先生たちはみんな保育士の資格を持っていて、お母さんやお父さんの子育ての相談に乗ったり、一時預かりの授業なども行っています。ワクは有田市民の人はもちろん、有田市外の人も誰でもご利用いただけるので、ぜひ遊びに来てください。